ただきます。まあ、第3回ライター講座ということなんですが、まあ初めに今日ちょっと話しておきたいのは、最近の、まあ、なんというんですかね、今もその日本はとか、そんなお客さんの話をするつもりは全然ないんですけども、まあ、子どもたちの作文なんかを見ていて、その表現というところで、一つが気になっているものがあるというところをちょっとお話しようかなと。で、まあ、この夏、すごくその、まあ、ああ、なるほど、こうなってんだなって、すごく自分の中で大きな発見があったのが、まあ、今の子どもたちってすごくまあ素直というか、まあ自分っていうものをまあ、あんまり持っていなくて、こういうふうなものが求められたら、あ、それはこうですよっていうふうに、まあ、基本的に受け身なんですよね。で、受け身の中で、その、まあ、自分の、なんて言うんでしょう、思ってることをどうしてもなんか周りの反対を押し切ってでも主張するとかっていう、そういうパワーは基本的に持っていなくて、どちらかというと評価されたいのか、それがもうなんか無意識のうちの対価だと思っているのか、こういうふうなものを書きなさいよと言われたら、もう本当に非常に素直なまでそれで書くんですね。例えば、まあ、この間面白かったのが、本の読み方という作文、文を読んで、その文について自分の意見を書くと。その本の読み方っていうその文自体になんかそのスローリーディングの大事さみたいなことを書いてて、速読だったらたくさん読むとかっていうのは実は間違ってて、ゆっくり読むのが大事なんだっていう作者の主張があったんですよ。でそれを読んだ子どもたちが、まあ、それに対して意見を書くっていう作文で、まあ物の見事にですね、その皆まず自己否定から入るんですね。僕は今まで間違った本の読み方をしていましたとか、なんか自分を否定するんですよ。で、今まではそういうことをちゃんと読めていなかった。なので、これからはしっかりとゆっくり読みたいと思いますとかって書くわけですね。いやー、なんかこれは怖いなと思って、この素直さは。多分おそらく1ヶ月後とかに、今度は、ゆっくりダラダラ読むのは良くないんだ。本はとにかくね、たくさん読んで自分の見聞を広げることが大事なんだとかって仮に文を読んだとしたら、その通りですねとか書くわけですよ、多分。まだ自分のなんか軸っていうのはないんですよね。で、まあ、これは確かに実際受験の現場でその文章を読みましょう、文章を読んで作文を書きましょうっていうのが今すごく主流になっているんですね。で、まあ、なんでかというと、早い話、採点が明らかなんですね。自由に書いていいですよっていうと、どう採点していいか分からないし、別解もいっぱいあるし、めんどくさいしということで、まあ、なるべく答えが1個になるように、作文とは言いながらも、もう大きな国語の記述の問題というか、質問に対してちゃんと答えが1つに絞れるような、まあそういう、どっちかというとテーマになっていて、なおかつ作文を通じて読解力も測りたい、だから文章を読ませようと、文章を読んで作文を書かせようって、これがまあ受験の今、すごい主流になってきてるんですね。で、なんで、その、じゃあ文章を読んで、その意見を書くというと、どういうふうな意見が生まれるかというと、まあ、大きく分けて2つになるんですよ。で、1つがその共感、まあ、共に感じるとかって共感、で、もう1つが違和感ですね。で、まあこれ早い話、受験の世界では共感を書いた方が点数になるんですよ。なんでかっていうと、意見には必ず理由が必要だ、理由が書いてないと減点されると、まあ、あるいは自分の体験を書きましょうと、その時に作者もそのこんだけなんかその専門家がベラベラと書いて主張している文章を読んだ上でそれに反対するってことは、その書かれているものをしっかり根拠を持って説明しなきゃいけない、否定しなきゃいけないと、論理的にその自分の意見をしっかり入るっていうことはできないんですよ、うん。だからもうそういう、なんていうか、型がもうそう決まっちゃってるので、共感した方がやっぱ楽だし、でもやっぱり、ね、結局人間ってそのどっかで、いや、どうなんだろうなって違和感があるはずで、その違和感を、ね、もう続けてほしいっていう話を、ね、熱く20分くらい語ったんですよ、授業で。そしたらその次の日に出した作文で、2人くらい本当になんか、僕は作者に共感しましたとか書いてたんで、おお、すげえなって。一応ね、そう、腕章はするんですよね。受験ではこっちの方が評価されるよ。でも自分の人生でどうなんだろうと。結構ね、熱く語ったんですよ。なんか、いや、確かに共感共感って言って、なんかなんとなくそのマニュアルがあって、それに合わせて、みんながなんか真っ黒のスーツ着たら真っ黒のスーツ着て、みんながこれやってるったらこれやって、同じように就職して、同じように結婚して、同じようなマンションに住んで、同じように子供生まれて、それであなたの人生幸せですかと。その今までどんな時代を、どんな国を振り返ってみても、何か新しいものをクリエイトする人、新しいものを発明する人っていうのは、大体その常識を疑ってかかるところから始まるよね。うんうん、でそこで説明したのが、羽のない扇風機、最初にね。あれはダイソンの話ですね。あれなんかも、扇風機というのは風を送るものだから、羽があるのが当たり前だっていう常識から抜け出せないと、あのものになるわけですよ。でもそこで、まあ、どういうふうなきっかけで作ったのか知らないけど、なんかこう、ただの子供が指を入れて怪我するの、そのかわいそう、子供は泣く、子供が泣く、泣き顔を少しでも減らしたいみたいな、そんなことあるような、機
それだけでちょっとそのね普通じゃない常識じゃない常識にちょっと違和感を持ってどこからその新しい発明が生まれるわけですか。だから多分何事にも要するにルネサンスがないとクリエイティブがなくて結局そこの革命を どういうふうに起こしていくかっていうのが大切だと思います。だから最近のスコットランドの話とかもすごくそれが分かりやすいなと思ってて、もともとイギリスって結局4つの国から形成されてたで、それがもともとバラバラだったじゃないですか、うん、あれがある種一つに統合されたっていうのも一つのルネサンス でそこからスコットランドが抜けるよっていうこともルネサンスだと思うんですよ。であれって今回は16歳以上の人たちが、選挙権を持ってます、うん、だけど16歳以下の中学生がものすごい関心を持っていて、私はイエスですノーですっていうことをすごくあそこは話をしていたらしいんですよ。ってことはあれが要するに選挙が今回独立しなかったっていう状況ですけど、そういうことを言葉を発してってどういうふうにしていく、さらにそれはきっと家族の中にもいろんな意見があったでしょうしっていうことが起きていくことがすごく大切なんだなっていうのを今回のスコットランドは思ったんですね。だけどそれでもどこの国にも言えることなんじゃないかなっていう感じです。シンプルのシングル CD っていうのはなくなったなっていうのは思います、ね、絶対特別版、特装版、なんとか版がすごく多くて付録で勝負みたいな感じなのかな、うん、昔の少年誌の歌みたいな感じが少年代付録、ね、J リーグチップスってなんとカードが付いてるんですよって書くのもやばいなって思ってたもんだったら逆にねそれでカードをしたりお菓子ついてるよって思いながらそうなっていく。まあでもそれをでも一概に簡単にまあ否定するのもまあ良くないなと思って、じゃあ実際そのシングル CD としたカラ文化が自分にそもそもあるのかというと、シングル CD を買った記憶はもう5、6年くらいないので、当たり前をスタンダードにさせない方法をどういうふうに見つけていくか。だから常に手なかい品かいでいろいろやっていかなきゃいけないんですよね、きっとそのおまけというかプレミアム感を出すことに対して。だけどそれがこれが楽だからって言ってそれが当たり前になっていっちゃうとどうしても消費者の方もその刺激に慣れていくというか、やっぱり一番怖いのって何やかんってその新しく発表されたものがもう1週間もしないうちに中古ショップに並ぶのってこれ結構冷静に考えたら異常な現象だなって思うんですよね。そういうところをなんかうまいこと打破していくというか変えられるものを見つけていけたらな。今回はですね、こちらにいらっしゃるのがですね、最初に紹介しなかったですね、ビーストでまあライターとして活躍しながら、現在はですね、まあ、それぞれまあ一流の、テレビ局で、報道の現場でね、血を吐く思いで働いていらっしゃる、まあ、この、はい、じゃあ自己紹介でお願いします。どうも、ビーストでライターをやっておりました、やっていました。やっていましたっていうのもあれですけど、やっています、今。はい、で、まあ、一応僕は卒業して、もう本当に卒業式前日ぐらいまで職業もありませんけど、3月の24日その日の夕方5時に、まあ、今の職場から電話を受け、まあ、来てくれているということで、なぜかこうこの報道の現場で働くなんてことは全く考えもしなかったから今なわけで、まあでも今なんとか、働いているわけです。どうも、あとでいろいろ詳しいことしますけど、どうも、金井康介でございますと。はい、どうも、金井康介です。よろしくお願いします。これからも末永く。まあ、詳しいことはまた後で続けとして。はい、ビーストでライターやってます。本日、川峰太郎です。僕も大学在学中に、大学3年の後半ぐらいか、4月の、僕4年の頭ぐらいでしたっけね。なんかそれぐらいに鈴木さんとは前からご縁があって、で、まあちょっとやってみないかなっていう話から、ビーストでライターをやっています。で大学在学中もなんかいろんなそういう何でしょうね、さっきから話してるレコードのレコード屋さんに、レコード屋さん、本当に CD なんて言うんでしょうね、レーベルの抱えているアーティストにインタビューさせてもらったり、地元の高校生の軽音楽部のところに出題させてもらって、まあいろんな音楽のシーン本当に、まあ、アマチュアからプロまで結構いろんな幅を見てきたなって思っています。でそういう活動をしながらも、自分で創作活動をしていて、で就職先が、まあ、某テレビ局というところでね、で全然やりたくもなかった報道の仕事を今血を吐く思いでやっております。でこっからどうやって抜け出して自分の、まあ、好きなものだったりいろんな方向に持っていこうかなっていうことをしていきたいです、ね、YouTube に載る。まあ、そんな2人なんですが、まあ、そもそもちょっと2人にまず聞きたいのが、まあ、2人は一応日大芸術学部、日本大学の芸術学部で、それぞれ
学科はなっていう、あの、なんか、学科ですか。何学科って言うんでしょうか。あ、じゃあ僕から、僕がいたのは文芸学科っていうところでして、まあ、主にその執筆だったり、その書籍の編集だ、書籍雑誌の編集とかを主に学ぶところで、まあ、僕は執筆がメイン、やっぱりそのビーストのライターをやってたこともそうなんですけど、まあ、執筆がメイン、執筆をメインに勉強してて、まあ、同級生には書籍のデザインだったり、DTP、デスクトップパブリッシングなるものを専門にやってる人もいましたし、まあ、よく言えばこう幅広い、悪く言えば接戦もないというような、そういう学科にいましたね。文芸学科ですね。はい、まあ、僕は放送学科っていうところにいて、で放送学科の中にも、5つぐらい分かれてたんですけど、僕はそのところの、ラジオ制作っていうところにいまして、音の媒体のもので制作をしていました。でずっとドキュメンタリーの作品だったりドラマの作品がすごく多くて、でその鈴木さんとお話しさせていただいた時もちょっとドキュメンタリーの作品を制作していて、で僕はどちらかというとディレクター的な演出的なところをずっとやっていて、で、まあ、物を書く、しっかり物を書くっていうことは多分ビーストが最初だったのかなって思ってます。それまでなんかそういう外に、なんていうの、外に露出するための文章を書くっていうことは全くしたことがなかったので、そういう感じですかね。仕事にするのってなんかちっちゃい頃から憧れじゃないですか。お花が好きならお花屋さん、ケーキが好きならケーキ屋さんって、なんか小学校の作文とか多分見たら結構そういうのって多いんだと思うんですけど、多分僕ら二人とも結局そういうのが一致していて、今でもそのなりたい職業なんですかって言われたら作家とかっていう書くタイプで、あんまその精神的なところが成長しきれてないところもある種問題なのかなとは思ってますよね。うん、確かにね、社会に出て、まあ、周りって結構大人なんだなって思いました。それは自分も就活をした時に感じたなと思いつつ、うん、でもその大人になるっていうのはそれは本当に大人なんだろうかっていうのをね、今でも思ってたりするんですよね。うん、単にそれなんか妥協したとか諦めたとかそういうなんか割り切ったというつもりになってるだけみたいなっていうのもありつつ、うん、確かに、だから本当に音楽の世界の中でもその本当になんかロックスターみたいな感じで我が道を行くって言った人は非常になんか子供自分であるというか、うん、いい意味で確かに、あのなんかそういう、もちろん礼儀がちゃんとしてるとか、ちゃんと周りのスタッフのことを考えてるとか、そういう大人な面が全然ないわけではないんだけども、本質的な部分ではなんか本当に子供の頃 の、 そのなんか好奇心だったり、なんかそのものづくりの楽しさだったりっていうのを持ったままな人っていうのがやっぱりそのまま突き進んでるのかなと。それはだからまあ、大人になりきれないとか子供のままって、自分もそのスターは多分言うだろうけど、それはむしろ全然、なんていうんですかね、退化してないっていう意味だよね、あの全然。むしろ全然それは、なんかステージとしては大人になるっていうのは上に行くことではないのかなと思ったり、気持ちがフレッシュなままっていうことです。まあ、ずっとこの言葉好きって言って使い、何回も使ってもらえるっていうものを目指していたっていうのはこだわったところなのかなと思ってますね。じゃあ、亀くんに行きましょうか。印象に残った、そうですね、まあ、いろんな、なんていうんですかね、意味で僕の場合は結構そうだな、印象に残ったっていうと、本当にインタビューしたバンド、インタビューを自分が して構成から執筆から全部したバンドを全てと言ってもいいかもしれないです。それまでこう自分の中の言葉を、あ、自分の中の思いを言葉にしてぶつけるっていうことは、まあ、いろいろやってたんですけど、人の気持ちをどこを見てほしいとか、自分たちのどこを音楽で感じ取ってほしいかっていうのをこう読者にちゃんと、読者の方々にちゃんと伝えるために文章を書くっていうことがあんまりしたことなかったので、やっぱそれは本当に難しいって感じてたとこでもありますし、本当にあ、こんな結構楽しいなこれみたいな、オーケストラが指揮してるみたいな、そんな気分にさせられたっていうのも、インタビューを書いてたことがやっぱり一番大きかったですね。本当にざっくりした質問で、これからこういうなんかその地方はどのようにそのじゃエンタメを活用していけば
再生というか、まあ、活性化していくんでしょうかね。質問をちょっとしてみたいですけど。山形県の飯豊町、まあ、山形に電話したそうですけど、ね、まあなんか、うん、そのまあ、アマちゃんとかもいい例だと思いますけど、そういうドラマとか映画に舞台になった地方の都市っていうのは観光ができやすくって、で要するに人が来るとそのライフラインだったりするところが活性化するので、要するに多分山形県のこの飯豊町でもあれじゃないですか、中高生のバンドとか軽音楽部を合宿みたいなのやってるんですよね、支援してるんですよね、っていうところで支援していて、そこである種一つ成功法ができて、でそのアーティストだったり軽音部っていうのが注目されるっていう手がかりをまず見つけることっていうのが大切だな。まず絶対スポットライトを何かしら照らしてあげないと難しくって、でもしもバンドっていうところを視点に当てるんだったらそこなのかなって。多分それが成功して、そしたらメディアが食いついたところから、じゃあ映画なりドラマなりっていうことをやっていけば、あとはもう逆にトントン拍子でその地域を知る理由、知ってもらえる媒体も増えるし人口も圧倒的に増えるので、まずその手がかりっていうものを見つける、でさらにそれを強く、ちゃんと支援してあげるっていうことが大切なのかなっていうのは思ってますね。町おこしとか地域おこしと言っても、やっぱりその人、何かしらコンテンツがいるわけで、それをやはりこういいコンテンツを作るっていうのは、まあ、難しいことではあるんですけど、そこでいいコンテンツを作る以上というか、まあ、それと同等ぐらいに必要になってくるのがいい伝達手段なんだろうな。まあ、自分でこう報道の現場で働いてるっていうのもあって、やっぱりこう伝え、人に対しての伝え方、ビーストでも学びましたし、それを真剣に考えることっていうのはやはり地域おこし、まあ、こう分かりやすい例で言うと地域おこしだったり、そういうところに役立てて、根本的に確かにその例えば野外フェスとかっていうと結構まあすごく人が集まってとか、でその新しいフェスもどんどんできてるし、でそこのフェス自体がなんかそのショーケースになったり、新しいバンドがなんかでその、まあ、初めて来るお客さんに披露して、でそこで人気になって自分のワンマンにこういろんな人を呼んでみたいな感じで、まあ、ある種まあ一つのビジネスモデルとしては出来上がっていて、レコード会社なんかもそこに結構力を入れてたりするところもありつつ、ただ実際にやっぱりその結局そのお金をかけるかけないっていう違いが大きいのかなと思って、例えばそのネットで見るものが本物じゃなくて実際に生で行かないと分からないと、頭では分かりつつも、でも実際にリアルにそこに行くためには交通費もかかるし、チケット代もかかるし、なんかやれ物販だなんだとかっていうと、結局若い人はあんまり足が出向かない人は出向かないままになってしまうと、というところで、じゃあどうしていけばいいのかっていうのがあったりして、で、例えばまあちょっと音楽から離れて、なんかそういう観光っていうなんか大きなテーマで考えると、今のシーンとしてはその団塊の世代っていうのは金も時間もあり余してるんで、あながちその今送ってたのにいい過ごし方をしてるんで贅沢になってると、うん、で悪いんで舌が肥えてるので、その田舎のシンプルさだったり、その何もないとことかっていうところに対しての、うん、そういうなんかただ青空が綺麗で、その空を眺めて、ああ、いいなって、そういう田舎の美しさっていうのを団塊世代には理解できないと、うん、まあ、そんな人がどうせ来てもクレームだけだから来ないと、うん、って言っても、バッサリ切り捨てたんですよ、うん、で、ポスターに、ここには何もないがありますっていうキャッチフレーズをつけて、切り出して、で、結果的に、じゃあその社長はどこを見てたかっていうと、外国人も見てたんですよ、うん、外国人観光客をターゲットにしてた、うん、で、外国人観光客がどんどん入ってきて、で、なんかワーワー盛り上がってると、うん、いうと、そこにビジネスチャンスを見出したその千葉の地元のいろんな企業たちがどん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 そのコラボレーション、うん、タイアップしてコラボしてっていうなんかどんどん企画がどんどん回ってくると、うん、その会社を通じてどんどん若い人も集まってくると、うん、で結果的にそのもうなんかその段階の世代でコビを売らなくてもいろんな世代の幅広い人たちが集まるようになってきて、結局やっぱりだからいかに人を呼ぶかですよね、うん、いかにいろんな人を巻き込んで、いかにそのだからなんかもうそれをスタンダードにしていくか、うん、行かせの分野で